はい、こんにちは、堀です。今日は丹波黒枝豆を収穫していきたいと思います。はい、今回収穫していく丹波黒枝豆はこちらですね。このようにね、実がついております。このようにぷっくりとしたね、実がついております。ですが今年は雨などが多くて風も強くて、このように倒伏してしまったり竹が伸びすぎてしまったりしているので、収穫したり調整するのがとても大変です。そして収穫していくハサミは、太丸というね、ハサミ、枝切りバサミですよね。枝切りバサミを使用して収穫していきます。こちらの枝切りバサミは結構笹山市内でも使われている方が多い、これどこだ、メーカーが西垣というね、メーカーのねハサミになっております。だいたいこれが長さが1メートルですね。1メートルでだいたい重さも1キロというハサミになっておりまして、価格がだいたい7000円ぐらいですかね。そちらを使用して収穫していきます。はい、では収穫作業していきます。収穫した豆をトラクターのねフロントローダーに乗せることができましたので、出荷調整のところまで運んでいきたいと思います。フロントローダーをねつけているトラクターはねヤンマーの EG22222 馬力のねトラクターにフロントローダーをね取り付けて運搬しています。こいつは結構楽です。細いところも入っていけるんで結構重宝しております。では運搬していきます。
枝整えて悪い豆を取ったらこういう感じになっていきます。これをこの枝豆のね袋に1キロ300ずつ詰めて出荷していきます。あれな、去年の多分ダニや、ハダニや。ハダニが邪魔しとる。いけるね。入れにくいの今年。ああそうや、それのせいでお前入れにくいってかな。